ら大体同じ。いつもちゃんと積み重ねて、わざわざリバーシブルなできない世界は決まってるし、すべてにも役場にってものがあるし、それでいいです。よろしくお願いします。はい、福岡県久留米市出身、獅子の崎です。よろしくお願いします。
とうございます。ということでね、初めましての方もたくさんいらっしゃると思うんですけれど、ゆうきすね、さっきも言ったんですが、東京拠点に活動しているんですが、はい、新体制になってはね、初の福岡県ということで、はい、リバーウォークさんにもね、初めてやってきました。お邪魔してます。嬉しいですね。なんとディアキス、多分誰かが雨女があるけんね、誰だ、多分新メンバーとして入った2人が、いやということでですね、こうやってね、ちょっと多分大丈夫だと思うんですけれどね、もしカサスされるところ時は、後ろの皆さんに気を使って、周りの、ね、方に気を使ってさせていただけると、このライブもね、楽しいライブになるんじゃないかなって思っております。ということで1曲目ね、ダンスはキスのように、キスはダンスのようにお届けしたんですけれど、次はですね、シェイクスピアという曲もありまして、シェイクスピアを演じたくなくてっていう曲はですね、テレビ東京 の、 SDGs ウィークエンドのね、テーマソングになったりとかしてるので、もしかしたら聞いたことあるかもしれないんですけれど、ぜひぜひ皆さんね、最後まで楽しんでいただけると嬉しいなと思っております。それでは早速続いての曲に行きたいと思います。聞いてください、シェイクスピアを演じたくなくて。I'm not afraid to die.
で2曲連続でね聴いていただいたんですけれど、初めての方もね立ち止まっていただきましてありがとうございます。リュウキスはね東京拠点で活動しているグループなんですけれど、 SNS ねいっぱいやってるので、ぜひ皆さんチェックしていただけると嬉しいなって思っております。ということでですね、今日は私たち福岡でねライブさせていただくんですけれど、もちろん明日もねライブがあります。リリースイベントっていうか、あのフリーライブは今回が今日が初日なんですけれど、明日はねライブハウスでライブがあるので、ぜひ皆さん今日はね思う存分写真とね動画も撮っていいですし、声も出して OK ですし、ぜひぜひね汗かくまで寒くないです、きっと寒くないと思うので、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいなって思っております。はいですね、そんな感じですね、はい、はいはい、ということでですね、もう次の曲に行っちゃうとね、もうラストのブロックになるんですけれど、ね、早いもんですね。早いですね、はい、さっき来たばっかな感じですね。そう、確かにね、今日は朝ね来たもんね、だってね3人はね。そうです、朝来ました、はい、まだ慣れてないです、はい、まだ福岡の空気をね吸ってないね、まだ吸ってない、寒いので行っちゃいましょうか。みんなねいっぱい踊りましょう最後。それでは聴いてください。フライリングフライリング。
ということでラスト2曲聴いていただきました。ぜひね、あのこの今撮っていただいた動画だったりね、写真はディアキス、ハッシュタグディアキスをねつけていただくと、あの X であのこうつぶやいていただくとですね、私たちも見に行きますので、ぜひ皆さん拡散の方も協力よろしくお願いします。ということで皆さん寒い中ね、今日は立ち止まっていただき、そしてねライブも見ていただきありがとうございます。この後はですね特典会となっております。はい、はい、特典会の、メニューなんですけども、はい、グループ全員で一緒に写真が撮れるグループ撮影券、こちらが3000円となっております。あとは個別で撮影ができる個別の撮影券は、1500円です。あとはサイン券っていうのもあります。サイン券1000円なので一番お安いです。あとは動画も1500円で撮れますので、いろいろ物販あります。他にもグッズとかガチャガチャとかありますので、ぜひこの後特典会参加してください。お願いします。お願いします。はい、ということでね、あの家族連れの、ね、方も立ち止まって見ていただいてね、本当に寒い中ありがとうございます。よかったらね、あのもしこの後お時間あったら、この後グループ撮影ね、あの並んでいただくと無料でご家族の方はですね、あのご案内したいなって思っているので、ぜひね、あの一緒に踊ってくれた方とかね、見てくれた方もいると思うんですけど、ぜひぜひこの後寒いんですが参加していただけると嬉しいなと思っております。はい、ということでこの後はですね2部ももちろんあります。はい、2部もあるんですけれど、きっと雨大丈夫だと信じてこの後の2部もね楽しんでいただけると嬉しいなと思っております。そして明日はですね対バンの方もありますので、あの福岡の方にね、あの北九と福岡はねちょっと市内はねちょっと違うじゃないですか、遠いやん、ね、そう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 、だってあのメンバーに言われたんですよ、北九って福岡のどの辺って言われたけど山口に近いって言ってきましたでもねそんくらいね遠いんですけれど、この後あの明日はですね1部がリエキスのライブ、あの対バンがあって、2部はですね私とのの子がいたガレットっていうねグループ の, あのライブもありますので、ぜひ皆さんね、福岡まで来ていただけると嬉しいなと思っております。ということで皆さん一部寒い中見ていただきまして本当にありがとうございました。この後もよろしくお願いします。ありがとう。